ちは、テレシキッチンです。カルボナーラご飯を作ります。まず玉ねぎ4分の1個を細切りにしましょう。ベーコン2枚も細切りにします。フライパンにオリーブオイル大さじ2分の1を入れて熱し、先ほどの玉ねぎとベーコンを加えます。そのまましんなりするまで炒めていきましょう。牛乳 200cc、 コンソメ小さじ1を加えて混ぜ合わせます。塩コショウ少々振って味を整えてください。そこに温かいご飯お茶碗2杯分を加えて全体になじませましょう。馴染んだら粉チーズ1つまみを加えて汁気を飛ばしていきます。卵黄パセリをトッピングして胡椒を振ったら完成です。以上、デリシキッチンでした。